それから3番目の笑われることを恐れない、この仕事をやってるととてもよく笑われます。そうですね、はい、デビューしようと思います、小説家になろうと思いますと言った時点で結構笑われたと思う。そうですね、今も多分その2作目に向けて書いてますって言ったら多分親戚に笑われてると思うんだ。はい、僕も1作目が出たばっかりの頃にその、まあ、1作で消えるだろうとかって言って散々笑われたりもした、はい、あと僕がその小説講座に通い始めた時っていうのはインターネットってのはなかった時代だったんで、はい、東京までその高速バスに乗って東京のあの小説講座に通ったんだ。それも結構みんな笑われた。まあそれもデビューすると笑われずに済む。でデビューしたばっかりの頃にまあね、講談社からデビューすると割と皆さん待遇が違うんでおおとかって言われたんだけど、その後そのこうデビューした後水作家協会賞欲しいとかって言ったわけだ。いつも言い続けたんだけど、水作家協会賞ってね、作家の中でやっぱ水作家の中でね雲の上の賞なんだよ。だからその欲しいって言うとねみんなに笑われ微妙な顔をして、そのまあとにかくまあそれでそれ最初の目標ですねとかって言いながら結構みんな笑ってたんだよね。でもまあなんとか取った。あと新刊が出た時に新刊の書店回りをして、27年前始まって新刊が出た時に書店を回るようにしたんだけど、その時もよく笑われたんだ。そんなもん作家の仕事じゃないからっつって。でもみんな今やってるわな。そうですね。一郎がね、僕が今までやってきたのは、ね、いつも笑われることをやってきたっていう。まあみんな人は笑ってみんな笑ってきたけれども、でも結局みんなが笑うことを成し遂げてきたっていうのは一つの原動力にもなったりもするので。はい。とにかくやっていきましょう。はい。どんなチャンスでもチャンスはチャンスっていう言い方は語弊があるけども、はい、そうだから。そうですね。ね。